みんなはこれが好きなんだね。でもこれ有名なもんね。肉フェスでこれやってる動画 TikTok で見た。ドキドキだんだん不思議な力が湧いたな。どうしよう、びっくりびっくりビビ、なんだかとっても素敵でいいでしょ。きっと毎日か日曜日が悪夢の中に遊園地、やな宿題は全部ゴミ箱に捨てちゃえ。教科書見ても書いてないけど、これ取り切ってもそうと向くけど、でもね、もしかして本当にできちゃうかもしれないよ。大きな声でピリカピラはしゃいで騒いで歌っちゃえ。パパマガ先生ガミガミおじさん、流れ星をつかめたらどうしよう。バッチリバッチリバンバン、願い事が叶うよね。いいでしょ、きっと毎日が誕生日、歯医者さんはつばこ休み、痛い注射は柔らかいマシュマロにしちゃえ。そんなの無理さ、君は笑う。いいね。